後半は熊本マーベリックスのキックオフで試合開始という形になります。熊本のキックオフキッカーは2番の久保田が務めます。久保田は東海大学出身のプレイヤーです。ユニコーンはリターナーに4番を配置しております。さらにその奥にもう1枚5番の選手を配置しました。ユニコーンリターナー4番は張本、5番は栗原です。張本は福岡大学、栗原は福岡教育大学の出身。ユニコーンリターンに入ります。このリターンは右オープン、そしてブロッカーがいる地点を突破しようとしました。ブロッカーの力がありまして、ユニコーン自陣35ヤードを超えた地点からの攻撃となります。リターナーは4番の張本でした。福岡大学出身。ユニコーン自陣36ヤードからファーストダウン10。ファーストクォーターバック11番オプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここでクォーターバック自らキープ、さらに相手ディフェンスの逆をつくように右方向に展開しまして、一気に攻撃権更新としています。ユニコーンファースト、素晴らしい判断で攻撃権更新を果たしたランニングクォーターバック11番は島田、神奈川大学出身。ユニコーン相手陣49ヤードに入りましたのファーストダウン10。今度は2ワイドのプレー、ランニバック4番ボールを持って自らを回転させながら中央に切り込み、約9ヤードのゲインを果たしています。さあユニコーンはランプレーによってまず突破を図ってまいりました。期待に応えたランニングバック4番は張本、福岡大学出身。ユニコーンセカンドダウンインチ、残り1ヤードはありません。ボールオンは相手陣41ヤード。ユニコーンファースター、クォーターバック11番、ここで再びオプションプレー、今度は右方向を展開して自らキープし攻撃権更新です。ユニコーンファースター、クォーターバック11番の島田、ここでオプション攻撃を加える形によってチームのリズムを変えてきております。ユニコーン相手陣38ヤードからファースター運転、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック11番パスを投じました。ランに警戒するその裏を掴んとロングパスを投じましたが、それを取ったのは熊本マーベリックス23番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしました熊本マーベリックス23番はカーズ、佐賀大学出身。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。しかし熊本後半策を講じてきたユニコーンのオプション攻撃のその裏をつくパスパターン、
これを見事に察知しまして、インターセプトにより攻撃権奪取となっております。鶴上久美様、チャットメッセージありがとうございます。マーベリックスの応援、チームの劇になったでしょうか。先ほどのインターセプトにそれが反映されたかもしれません。さあ、熊本自陣18ヤードからのファーストダウン10。さあ、まず手前側にいるレシーバーにパスを投じましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。まずはワイドレシーバー87番の総力にかけるという選択でしたが、この反則は果たしてどちらにあったでしょうか。オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことしか許されていません。この反則により10ヤードバッタリですが、その残り距離が、ほとんどありませんので、半分の9ヤードのバッタリとなりまして、ファーストダウン1回目のやり直しです。従いまして熊本ファーストダウン19で試合再開です。不成功。クォーターバック5番、プレッシャーある中、ワイドレシーバー83番にパスを投じましたが、コントロール定まりませんでしたが、パス不成功となっています。攻撃回数1つ失ってセカンドダウンと変わります。しかしユニコーンのディフェンスのプレッシャーも素晴らしいものがありました。東亜おじさん様、ターンオーバー非常に大きいんですが、しかしユニコーンのディフェンスがまだ奮起しております。陣地非常に厳しい状況に現在熊本あります。セカンドダウン19。さあ、ここで中央エナランプレー、何枠26番ハンドオフから中央突破、そしてディフェンスの動きを見ながら、そのチェンジオフペースにより約8ヤードゲインを果たしています。熊本26番は国広、熊本大学出身、地元熊本の大学出身のアウトローズの選手がここで活躍をしております。熊本サードダウン11、3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離11ヤードを果たしてどう攻めるでしょうか。パス成功、攻撃権更新、ファーストクォーターバック5番、プレッシャーを浴びながら右に流れてサイドライン割るかと思いましたが、その直前でパス、これをワイドレシーバー83番見事にキャッチしまして、攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースト。素晴らしいパスを投じたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身、取りましたワイドレシーバー83番は吉村、東京工業大学出身。攻撃権継続なりました。熊本自陣29ヤードからファーストダウン10。ナイスゲイ、ナイスブロック、ファースト。ここで一気に中央突破をしました。熊本エースランニングバック31番、味方ブロッカーの力も変わりまして、一気に大きく中央突破し攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースト。見事攻撃権更新を果たしたランニングバック31番は大黒、大阪教育大学出身。熊本相手陣46ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック5番スクランブル、
パスを投じようと下がりましたが、プレッシャーそしてディフェンスの皮を見てスクランブルに変えました。これが好判断し約5ヤードほどゲインとなっています。ここでウォーターブレイクが入ります。この第3クォーター序盤はユニコーンが一気に有利な形を作りましたが、しかしそれを現在熊本が押し返しております。ここでウォーターブレイクが入りました。このウォーターブレイクによるタイムアウトとカウンダウンを果たして双方どちらが生かすことに生かすことになるでしょうか。ウォーターブレイク解けます。熊本相手陣41ヤードにありましてのセカンドダウン5。これはユニコーン、ナイスディフェンス。ここで熊本はドロープレイ、パスに見せかけたランプレーを展開しました。相手の裏をかくようにして中央へのラン切れ込みましたが、これをユニコーン69番見事に対応しロスタックル、約5ヤードロスを奪うことに成功しました。素晴らしい対応したのはユニコーン69番の紫、福岡大学出身のルーキーです。熊本マーベリックスサードダウン9。パス不成功。ここでクォーターバック5番プレイアクションパスランと見せかけ、そこからパスを投じましたが、これはディフェンス対応よくパスを投げ捨てさせました。結果的に攻撃権1つ失ってフォースダウンに変わります。このあたり双方とも素晴らしい攻防が繰り広げられております。さあここで審判団による確認のタイムアウトが入っております。試合再開です。熊本フォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣45ヤード。パス不成功。ここでフェイクプレーを展開しました。熊本パンターに入っていた2番ケルトン見せかけ、外に展開していたレシーバーにパスを投じました。しかしこれをレシーバーキャッチできず、パス不成功となりました。結果的に4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代となります。攻撃権はこれによりましてユニコーンとなりました。さあ一気に意表をついてここで相手から得点を奪おうとした熊本でしたが、このトリックプレーはしかし失敗となりました。窮地をしないだユニコーンの攻撃に変わります。ユニコーン自陣44ヤードからのファーストダウン10。さあここでハンドオフフェイからクォーターバック11番再びキープを展開しようとしました。しかしその走路が見つけ出すことができずノーゲインとなっています。このあたり熊本も素晴らしいディフェンス対応でした。ユニコーン自陣44ヤードからセカンドダウン10。熊本ナイスディフェンス。ここでユニコーンはオプションプレーを展開しようとしました。しかしこのオプションに対して
熊本22番見事対応しまして、このプレーむしろ2ヤードロスに変えました。素晴らしいディフェンスを見せましたのは熊本22番の清田、佐賀大学出身のルーキー。ユニコーン自陣43ヤードからサードアンド12の状況になります。さあ、ここでトラブルが発生している。 QB サーククォーターバック11番パスを投じようとしました。しかしこの時にボールをジャグル、なんとか抑えてプレー続行しようとしましたが、ここに熊本22番50番が殺到しまして、 QB サーク大きなロスに変えました。見事 QB サークしました熊本マーベリックス、22番は清田、佐賀大学出身、50番は橋口、熊本マリスト学院出身。ユニコーンフォースダウン21でパントフォーメーションに変わります。さあ、リターンに入るか。これはユニコーンナイスカバー。リターナー2番バウンドするボールをキャッチしリターンしようとしましたが、これをユニコーン32番が見事にカバーしまして、熊本陣25ヤード付近からの攻撃交代という形になります。素晴らしいカバーだったのはユニコーン32番の馬場、西南学院大学出身。攻守変わりまして熊本の攻撃となります。熊本23ヤードからファーストダウン10、さらに行く、前が空いている、ディフェンスは追いつかない、インサイド10-5エンゾー、タッチダウン。ランニバック32番ハンドオフを受けまして、左オープンを独走し一気にエンドゾーンを陥れましたが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、このイエローフラッグ果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスチームに2つの反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則、そして背後からの不正なブロック、相手選手を後ろから突き飛ばしたという反則です。オフェンスチーム、ボールを持っているチームは相手を握る、掴む、そして相手を後ろから当たるといった行為は危険行為として反則になります。今回は反則の発生した地点がホールディングの方がより、熊本陣に近い位置にありました。従いましてユニコーンはこの反則を取りまして、このホールディングの反則発生地点から10ヤード抜退する形の反則を施行させます。結果的に先ほどのランプレーは無効となりまして、1回目の攻撃に戻ります。そして攻撃の更新必要距離は20ヤードとなりましての試合再開です。従いまして熊本ファーストダウン20、ボールオンは自陣13ヤード。さあ、これを右オープンへのランプレーで突破を図りましたが、これはユニコーン素晴らしい対応をしました。ワイドレシーバー16番ジェットモーションスイープ、1人だけ動かしていい選手に加速させながらボールを持たせ右オープン展開を図りましたが、このランプレーむしろ2ヤードロスに変えています。
熊本セカンドダウン22の状況となっています。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、熊本マーベリックス7点、ユニコーン0点で最終クォーター第4クォーターに移ります。